どこが入り口なのかな。あはあ、まあ自転車を組み立てている人がいますよ。どうなんでしょうね、一番奥から、まあ、歩けるのかな。どうなんでしょうね。あ、歩けますね。1台分だけ私のために空いてました。まあ、どんだけ自意識過剰なんでしょうか。はい、群馬の森に来ています。まあ、こちらの馬すごい大きさですよ。まあ、近いとねフレーム全体に入りきりません。まあ、左下にね、まあ、タイトルがあります。うん、その名もズバリ大きな馬。うん、まあ確かに大きいですね。すーごっ。まあこれがあれかな、まあ群馬の森の、まあ、シンボル的存在かもしれませんね。まあ、背後の建物はね、県立近代美術館です。そして、向こうの黒っぽい建物が、県立歴史博物館。まあ、こっちのね、歴史博物館の方は、まあ、今回のね、まあ、古代群馬探検のスタンプラリーの、まあ、スペシャルポイントになっています。でもね、まあ、7月19日、まあ、グランドオープンしてから、まあ、宝箱がね、まあ、学習ホールに設置されるそうです。うん。いやー、すーごい。これが、まあ、群馬の森の大きな馬です。県立歴史博物館のね、まあ前のね、部分にね、文部順次作。まあこのような彫刻かな。まあ、左下にね、まあ、タイトルがあるんですけど、まあ、達筆すぎて読めません。はい、大きな馬がね、まあ、背後にございます。はい、こちらにね、日時計がございました。まあ現在の時刻はね、正午、まあ15分ぐらいなんですけど、まあ日時計の方はね、まあ、12時半こんな感じになってますね。まあ、この日時計はね、まあ、方角的にね、まあ代表的な都市、それとかね、富士山とかね、そういった方向も載っています。へえー、
おお、いった感じね。そしてね、ここにね、まあ、日時計ができた由来みたいなものが書いてあります。人間が、まあ、起きて動いている間や夜寝て休んでいる間も時は絶えず流れてやまない。時には形がない。しかし誰にも時が経っていることはよく感じられる。人類は太古の昔にこの取り留めなく流れる時に区切りをつけた。それが時刻である。時刻を決めるのに、まあ、正しく繰り返される何かの拠り所が必要であった。原始人はこれを太陽に求めた。まあ、なるほどね、そういうことですね。はい、こういった、まあ、場所がね、まあ、群馬の森です。まだね、紹介しきれないと思いますけど、まあこちら群馬の森からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。まあ、先ほどのね、日時計なんですけど、あ、ここにね、時差表があるんです。そしてまあ4月のね、まあ12日ここなんですけど、まあ、15分引いてください。まあ、先ほどね、30分指してたんで、まあ、15分引くと、まあ、12時15分。まあ、正しいんですね。まあ、こういった仕組みなんですね。この表はすごいですね、何気なくね。これが、まあ、日時計とね、まあ、時差表です。これを組み合わせて、正しい時刻がわかります。